どうも、大悟です。今日はですね、空気を読んで会話することの無意味さが判明しちゃいましたよってお話ですね。でですね、これどういうことかっていうと、結局ですね、僕らって話をするときとか、皆さんもそうだと思うんですけど、特にコミュ力に自信がない人とか、コミュ力に自信がない人の方が本当はコミュニケーション能力が高いんですけど、高いがゆえに気にしすぎちゃうんですよ、相手のことを。だから、コミュ力ってないなっていうふうに思ってる人も、実はコミュニケーション能力があったりする場合が多いんですけど、これですね、じゃあそういう人たちがなんでコミュ力が低くなっちゃうのかというとですね、実は空気読んで喋るからなんですよ。で、もっと正確に言うと、空気を読むというよりかは、自分の本心を隠して相手に一生懸命表面上合わせようとして会話するってことをするから、逆にですね、コミュニケーション能力が下がってるように見えるということが分かったっていう、すごい切ない研究ですね。で、これですね、嘘をついて喋ろうって言ってるわけじゃなくて、なんかこう気まずくなりそうだからこの話は黙っとこうかなとか、相手が間違ってることか自分の意見と違うことを言ってるのに、なんか機嫌悪くなったも困るから、あえてね、批判はしないで置いとこうかなとか、あるいは自分はちょっといいアイデアとか思いついてることもあるんだけど、でもあんまり自分がね、変な発言をしたりするとですね、光ちゃったりするかもしれないからやめとこうみたいな風なことをですね、僕らと思いますよね。はい、だからつまりですね、自分が思ってることを言わないコミュニケーションをする人と、自分が思ってることをちゃんと言うコミュニケーションする人と、どっちの方が人間関係良くなるのって話を今日はしたいと思います。で、やっぱり空気が読めない人って叩かれたりしますけど、あれね、ちょっと間違ってですね、空気が読めない人って大体ね、話の的が逸れてる人が多いんですよ。違う方向に行っちゃってる人が多いんですよ。例えばみんなで、美味しいレストランについて語ったとしますよね。で、その時に急に、いや、実は僕が、これはね、大学生の時の話なんだけど、サークルで可愛い子がいてね、みたいな風にですね、全然関係ない話し始めたら、こうやって何やった話になるわけですよね。つまり、いわゆる論点がずれるっていうのと、今言ったみたいに自分に嘘をつくというか、自分が思ってることを言わないで相手に無理やり合わせをするっていうのは意味が違うんですよ。で、この論点がずれるっていうのは良くないんだけど、自分が思ってることをその論点の中において、みんなが話してる話題の中において自分が思ってることをですね、言うのはですね、いいコミュニケーションねのって話がですね、こういろんな議論についてでですね、出てるんですけど、科学的に。実はこれシカゴ大学の論文などですね、自分の気持ちを隠すのはですね、かえって良くないと。むしろ自分の気持ちを隠して嘘をついたりとか、自分の言いたいことを言わないでコミュニケーションをするとですね、人間関係が逆に悪くなるってことが分かったんですね。むしろ正直にコミュニケーションした場合の方が人間関係が良くなったんですよ。で、これね、よろしくないことにですね、自分を偽って自分が我慢して相手に言うべきことを言わない、言いたいことを言わないでコミュニケーションした場合の方が、自分は人間関係をうまくやれてるって人間は錯覚するんですね。錯覚するんだけど、実際に相手との関係で見てみると、あるいは長期的な関係で見てみると、正直に物事を言わない人ってのは人間関係が崩壊しちゃうってことがですね、分かってるんですよ。これ結構だからね、面白い話ですよね。で、この研究はですね、一応3つの実験でですね、構成されている論文が元になってます。はい。ね、はい、なんかね、はい、なんかね、ちょいちょい水上飛行機が来るんですよ。あいつうるせえんだな、これ場所変えようかな。はい、それを置いといてですね、3つの実験で一応構成されてるんですけど、結局ですね、僕らって正直に会話するの結構たまらってるよねと。相手にですね、正直な感想をぶつけたりとかね、あとは自分の、秘密というか悩みとか、そういうのをですね、オープンにしたりすると気まずくなると。そうで、こういう気まずい雰囲気が怖いから、僕らって自分の本性を明かさないよねってことがですね、一応研究者たちがですね、考えた内容になっております。で、これじゃあ明かした場合と明かさない場合って、本当に自分の気持ちを隠してる方がコミュニケーションうまくいくのってことをですね、調べた研究になります。最初の実験で150人の男女を集めて、で3つのグループに分けます。1つ目のグループはですね、3日間コミュニケーションしてもらうんですけど、3日間できるだけ正直にコミュニケーションしてねっていうふうにお願いします。で、2つ目のグループは3日間できるだけ相手に対して親切なコミュニケーションを心がけてください、相手に気を使えよというふうにですね、言ったというのが2つ目のグループで、3つ目のグループっていうのは3日間できるだけですね、自分の会話とか行動にこうちょっと意識的になってコミュニケーションしてねと。つまり自分 の言ってるコミュニケーションとか会話が相手にとって適切なのかとか、相手がそれを喜んでるのかってことをちゃんと考えながらコミュニケーションしてくださいねみたいな風にですね、3つ言ったんですね。はい、つまり正直に言った場合、親切にした場合で、自分のやってることが正しいかどうかチェックしながらコミュニケーションした場合、この3つの場合で人間関係の、その良し悪しがですね、どういう風に変わるのかってことを調べたんですよ。で、この後ですね、全員に、3つのグループに分けて会話してもらったと、3日間会話してもらった後、全員にですね、会話をどれぐらい楽しめましたかとか、相手とのですね、こう、人間関係のですね、つながりはどれぐらい変わったのかとか、あとは長期的に、相手との関係がですね、どういう風になったのかみたいなことをですね、チェックするわけですよ。で、この結果何が分かったかというと、なんとですね、正直に会話したら関係悪くなるだろうな、自分の秘密をいきなり明かしたりとか、自分が思ってることを相手にぶつけたら、関係悪くだろうなっていう風にですね、みんな思ってたんですよ。まあ、これは僕らと一緒ですね。ところが実際にですね、終わった後、チェックをしてみると、実際は正直な会話をしても全く問題がなかった上に、コミュニケーションのですね、悪影響っていうのもですね、観察されなかったんですよ。そうだからですね、
もう要するに僕らって正直に相手に自分の意見を言うことに対してはめちゃくちゃ偏見があるんです。正直に言ったら嫌われるだろうな、ドン引きされるだろうなみたいな風に僕らって思うんですよ。だから正直な会話避けちゃうんですけど、実際はですね、正直な会話をしても全く相手の関係は変わらないどころか問題なかったよって、そういうお話なんですね。でさらにですね、また別な実験で、これラボで行われた実験なんですけど、参加者を2つに分けました。で1個目 の参加者はですね、研究者が作った、話題のリストがあって、この話題の通りに会話してくださいって言ったグループで、2つ目のですねグループがですね、できるだけ正直に会話し合ってくださいと、別に話題とか指定しないで、もう自分が思うことを好きに話してくださいっていう風にですね、言ったグループの2つに分けるんですね。でこの後全員に、会話の満足度とかそういったものをですね尋ねてあげると、結果はですね最初の実験とですねほぼ同じだったんですよ。だからみんな正直に自分の思ってることを話したらやばいだろうと思ったにもかかわらず、実際にはですね悪影響はないどころか、お互いのですねいわゆるこう関係性を高めるのに役に立っちゃったんですね。これだから面白いところですよね。そうなんか結局僕らって正直に話すことに対してネガティブなイメージを持ちすぎているがゆえに正直に喋らないんだけど、実際は正直に喋っても問題ないし、むしろ人間関係はその方が良くなるんじゃねってことが分かってるんですよ。これ別な実験でも、例えば相手と交渉するときに、普通交渉するときって自分の本心を隠して自分のキャラクターを隠してですね交渉する人がすごく多いんですよ。ところが自分の本心を隠すですね人間って能力が下がるんですよ。だからその結果交渉力とか発言力とか表現力とか、判断能力とかそのまま下がっちゃって、結果的に交渉が失敗しちゃったっていうですね研究とかもあるぐらいなんで、実際はですね自分の正直な素をどれぐらい出せるかってことが大事なんですね。この素を出せるかどうか、正直に相手に言えるかどうかってことが、あのコミュニケーション能力の部分では一番重要になってくるんじゃねえのって、そういうお話なんですよね。だから人間でついついですね自分の正直な、感想とかあとは感情とかそういうものを隠しちゃいがちなんだけど、そこをですね、ぐっとこらえて、隠したいところをこらえてあえて言ってみるというふうにした場合の方が、かえってですねあの人間関係良くなりますって、そういう話なんですね。でこれちなみにですね、間違えちゃいけないのが、相手をディスれとか相手にですね対して嫌なことを言えとかっていうことを言ってるんじゃなくって、そうじゃなくて自分の感じてる感情はちゃんと表現しましょうよと。だから自分が嫌だなと思った時に、相手が言ってる話に違うと思った時に、いやお前は全然間違ってると思うね、ダメだねっていう風に言ったら、これ喧嘩になっちゃうんですけど、あそういう考えなんですね、でも僕は違う考えを持ってるんですみたいな風に丁寧に自分の意見をちゃんと反対意見でも表現すると。相手をディスれ批判しろって言ってるんじゃないんですよ。自分の意見を丁寧に表現する、相手と自分の意見が違ってもそれをちゃんと相手に伝える練習をしましょう、努力をしましょうっていうのがですね、この、研究で証明されてる内容なんですよね。そうだからコミュニケーション能力って、要するに相手にですね合わせて会話すること、空気を読むことって思ってる人がいるんですけど、これでいつになってもコミュニケーションうまくならないし、人間関係うまくいかないんですよ。なんでかっていうと、自分の感情をちゃんと表現しないと相手わからないから、相手は別にね、あの超能力者じゃないですから、心を読める人じゃないですから、無理なんですよ。だからあの自分の感情を丁寧にちゃんと自分と相手の意見が違っても表現する練習をすれば、コミュニケーション能力が上がるし、人間関係も良くなりますせというのがですね、今日のお話でございました。はい、ぜひ使ってみてください。というわけで今日はですね、皆さんに、役に立つような動画をですね2つ、もっとねコミュニケーション能力を高めたいって方のための動画をですね2個、コメント欄に、用意してますので、よかったらそっちもチェックしてみてください。2つあります。ちなみに皆さん、相手と話すときに、あのどっちのタイプですか？人間関係、例えばコミュニケーションを普段取らなくちゃいけないとか、友達の数が無駄に多い、人付き合いが多すぎて、困ってますか？そう、人付き合い多すぎても人付き合い疲れちゃったよっていうタイプの方なのか、あるいはちょっとこう引っ込み思案で自分の意見を言うのが怖くてこうもじもじしちゃって言いたいことが言えないっていうタイプですか？どっちですか？教えてください。はい、人間関係に疲れたタイプ、それとも恥ずかしくてコミュニケーションできないタイプ。今日はですね、この2つのタイプのどっちの方にも役に立つような動画をですねご紹介してますんで、どっちに当てはまるか考えてもらってから見てもらった方がいいと思います。1つ目はですね、人間関係が多すぎてしんどいと、その人間関係疲れちゃったって方はですね、人間関係リセットした方がいいです。めんどくさい人間関係とか余計な関係を抱えちゃうとですね、僕らって人間関係を深めるのにがですねめんどくさくなっちゃうんですよ。いろんな人と知り合ったりとか関係を深めたら連絡がいっぱい来てめんどくさいだろうなとか、実は変な人だったら困るなとかっていう風にですね余計な心配をしちゃってるんですよ。こうするためにはいかに人間関係リセットした方がいいんですね。というわけで1個目の動画は、人生を変えるための人間関係のリセット法をまとめというのをですね、用意しました。はい、人間関係がめんどくさいな、疲れたなと思う方はぜひチェックしてみてください。でもう1個、ちょっとシャイなタイプ、そう、あんま自分の意見とか言えないし、あのコミュニケーションするの恥ずかしい、怖いというふうに思う方はですね、まずはその不安対策をした方がいいですね。コミュニケーションとか相手と会話するときに抱えやすい、その自分の不安、そういうメンタルの不安を改善するための方法をですね学べば、結構ねこういう人ってね不安対策すると喋るようになるんですよ。僕はまさにそれですから、不安対策して喋るようになった人間なんで。というわけで2つ目の動画ですね、コミュ力を高めるための対話不安克服法ということで、人と会話するときの不安感を減らす方法をまとめた動画になってますんで、自分がどっちのタイプかよく考えてみてもらってですね、続きの動画を見てください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。